はい、皆さんこんにちは。今回はですね、前回の動画でショック終わったところまでの動画がアップしてると思うんで、今日の動画では、バック C、バック D をやっていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、それではバック、C やっていきたいと思います。広げていきます。はい、バック C 広げてみました。説明書通りに組んでいきたいと思います。まずこれかな、これにベアリングを入れます。ベアリングを入れます。で、スパイヤーですね。これ結構向きがあるんで、説明書、見ながら組んでください。短いネジをこのね、しっかり締めていきたいと思います。こうね、ネジロック剤つけた方がいいんですけど、つけすぎはあんま良くないんで、やっぱここ駆動で結構回る部分なんで、ネジロック剤をね、ちょっとつけとくと安心だと思います。まあ僕は基本的に、つけないんですけど、取るときとか大変なんで、ただしっかりここは締めてください。で、こっち側にベアリングを入れて、こっち側ですね。ここから、こっちに。で、このスペーサーもね、しっかり入れます。で、これをつけます。はい、つけて 3×5 のネジ、これかな、つけていきます。はい、軽く仮止めです。はい、完成です。次いきます。はい、続いてモーターマウントですね。モーターマウントやっていきます。 3×のネジを内側に入れた状態で、このベアリングとストッパーをつけていきます。をネジに入れながら、ここに結構コツがいるんですけど、僕不器用ができるんで多分皆さんもできると思います。はい、でこのね、出っ張りが若干上に行くぐらい、まあこれ一番下で止めます僕は、とりあえず。で、次に 3×5 のネジに、ベアリングを入れて、紐1枚入れます。これですね、挟んで元々にここですね、つけていきます。しっかり締めていきます。これでこの2つ完成です。はい、続いてシャーシ、やっぱ新品は綺麗ですよね。はい、シャーシにモーターマウントをまずつけていきます。ここにね、ボッチがあるんで、それに合わせてこっちがあるからネジで締めていきます。ちょっとはみ出ちゃうんですけど許してください。仮止めです。はい、まずここね、ネジが5個つけれるようになってるんですけど、ま、僕はとりあえず1つ2つ3つ、こういう感じでまず最初つけていきます。で、ここのね、空いたところにもつけたら、剛性とかが変わってくるんですけど、だいたい僕は、この3点でやってます。まあ、後々、まあ、ここのね、説明を、他の動画で撮っていきたいと思うので、そちらも見てください。このね、とりあえず仮止めで止めていきます。はい、続いて、バルクですね。バルクは、別に左右、同じなので、つけていきたいと思います。はい、この状態で仮止めしました。めっちゃ携帯の跡ついてるね。どこから上から撮ってます的な感じに見えますよね、これね。はい、まあそれはちょっと置いていただいて、無視していただいて。はい、バルク仮止めしました。ここから、オプションでね、インフィニティからオプション出てるこのアイテム、このアイテムを使うと、すごくね、バルクをね、まっすぐつけられるので、これね、マジで必須です。皆さんまだ使ってない方はね、ぜひ、買って使ってみてください。こういう風にね、まず、こういう風につけまーす。これなんでこれを使うかっていうと、このバルクが、こうね、ちょっと斜めってたり、どっちかに斜めってたりすると、こう、ベルトがね、こうまっすぐ回らなくて抵抗になっちゃうんで、
できるだけねバルクをこうまっすぐにするためにこのアイテムを使います。でこれ挟んで今一回緩んでフリーにして状態からで、ここで登場するのはこのアイテムですね、トルクレンチ。僕はだいたい40、今ね45ですね、今ね見えるかな、45、だいたい45で、裏側締めてます。こういう風にね、なんでこう トルクレンチ使ってるかって、日によってね絶対人間ってあの力の加減って変わってくると思うんですよ。なのでこういうね工具を使うことでこう毎回ねあのメンテとか、まあ、車組む時もそうなんですけど、同じこう柔らかさ、要は締め加減ができるんでトルクレンチを使うようにしてます。はい、こっち側も止めたら、でまあこのアイテムは本当バルクだけに使うアイテムなんですけど、これが本当に必要、これがあるとやっぱ全然その車の組むペースだったりとかあのその良さっていうのが出てくるんで、はい、これはぜひ皆さんね使ってみてください。はい、こんな感じでバルク止め終わりました。このね横向きでいきます。でバック A、バック A で作ったこの2個ですね、デフルト、スプールを、取り付けていきたいと思います。ここもね全然あの説明書通りです。でベアリング最初脱脂しないんですかってあの多分疑問に思う方もいると思うんですけど、あの最初は1日目はこのままいきます。はい、でなんとねこのアルミカムがキットについてるっていうねこう素晴らしさ、これもうインフィニティさん太っ腹っすね。はい、こんな感じで、で僕はとねデフあのこう高さをね調整できるんですよね、デフを上げたり下げたりできるんですけど、上げたり下げたりかできるんですけど、僕はデフをね下げた状態、この矢印が上に向いた状態で組みます。まあこれもねキット通りなんですけど、このね ベルトにねインフィニティって入ってるのがいいですよね。いつも縦向きでやってるんですけど、ちょっと幅に入りそうにないんで、この向きで、使う、この向きで今はめてます。こんな感じですね。はい、こんな感じで出来上がりました。続いて上ですね、上を止めていきます。ね、1個になりましたね。 i14-2 の時は2個止める穴があったと思うんですけど、こう重心をね低くするために1個にしたんでしょうね。まあ、ショックも短くなってますしね。はい、で僕はだいたい前後のベルトをあの同じぐらいの張りにするんですけど、速いクラス、要は 13.5 とかやる人だったら 13.5 とかモディファイをやるようであれば、後ろをちょっと張る感じ、フロントよりも若干後ろがこう張るような感じで組んでください。ちなみに今、まあ、新品ベルトで、このカムがね、前から2個目の位置ですね。前から2個目の位置、前が。で、後ろがちょうどまっすぐですね。標準の位置で、作っていきたいと思います。はい、ここも仮止めで、とりあえず後ろもつけていきたいと思います。はい、締め終わりました。そしたら、はい、次にアルミアッパーバルクですね。を、つけていきたいと思います。まあ、ここはね説明書通りなんで、ちょっと早送りしていきます。はい、完成しました。ここから、また次ですね。はい、で最後に、ショックタワーつけていきます。こんな感じでできました。はい、一応ねこういう風にできました。でこういうねバルクの上側とかそうショックタワーを止めるときはあのセッティングボードの上で水平なところでね、やった方が、しっかり、フラットにつくと思うので、やってみてください。はい。僕はね、今撮影で、まあ、下がちょっと黒くないと、皆さんに見づらいっていうのがあると思ったんで、
今ねちょっとこう下マットの状態でやってるんですけど、はい、後にね締め直します。そしたら次、バック D、 次ですね、バック D ですねを、やっていきたいと思います。はい、バック D 開けてみました。ここから、スタートっていうかやっていきたいと思います。まずは、これの内側にオールエンドボルンジェに、これも説明書通りです、決して特別なことはないです。そしたら、車の方にね、つけていきたいと思います。ここはねちょっと緩くしておきます。あのスペーサーを入れなきゃいけないので、ちょっと緩くしておきます。でこんな感じ、ちょっと閉めたら隙間開きますよね、見えないかな、隙間開きますよね。ここに、スペーサーのスペーサーを入れていきます。で、仮止めしていきます。仮止めです。はい、そんな感じで片方もやっていきたいと。シムが飛び出てましたね。シムが飛び出ないように奥まで入れてから締めます。はい、仮止めしておきます。めっちゃ飛び出てます。テイク3ぐらい、はい、入れた状態で締めます。はい、これをね反対もやっていきたいと思います。はい、続いてね、後ろのサスブロックつけていきたいと思います。ここも、説明書通りです。はい、ここもね仮止めしておきます。はい、続いてこの前ですね、前側も、サスマウント、つけていきたいと思います。でこのブリッジ型が、前ですね、あ、前というか前側の後ろ、この後ろ側ですね。でこういう形のが前につく感じでつけていきます。で後でサスアームをつけた状態でまっすぐに水平に、組むようにするので、まずこれはねスペーサーが抜けない程度に前後ともね締めてください。はい、続いてねこのターンバックルやっていきます。はい、ここでね、インフィニティのこのジョイントグリスですね、これが使えます。はい、ちなみにこれ僕2個いっぺんに入れたんですけど、それではまずねこれをこっちにつけてもいいんですけど、僕はピンセットで、まずピンセットの先にちょっとつけて、で片側を穴に入れてクリクリします。こういう風にちょっとついちゃいました。これを全部やっていきます。はい、全部入れ終わりました。入れ終わったらこのまま締めていきたいと思います。まあまあ硬いですけど、まっすぐね入れるのが難しいんですけど、コツはないです、ただまっすぐ入れてください。はい、それだけです。ある程度のところでとりあえず僕の場合止めておきます。はい、こんな感じで、まあ、左右均等に締めて、こんな感じで、まあ、長さはねちょっとまだ長いと思うんですけど、まあ、しっかりね、説明書に書いてある65ミリに、してみてください。そしたらね、他のも、組んでいきたいと思います。はい、このような形で、2本作りました。でこのサーボホーンから、取るこの短い方ですねは、このボールを3ミリこの端っこから3ミリカットしなきゃいけないので、カットしていきたいと思います。僕はねこういうカッターで、まあ、印をつけて切っていきます。はい、ちょっとここじゃできないんで、ちょっと3ミリ、カットしてみたいと思います。はい、こういう形でね、3ミリ、切っていきます。ちょっと切りすぎましたね、片方も切っていきたいと思います。はい、こんな感じで切れました。ちょっとねこっちだけ短くなっちゃったんですけど、はい、やっていきたいと思います。で切ると意外とタップこう入れるのが大変なので難しいので、こういうねツールを使って組んでいきたいと思います。はい、こういう形でとりあえず、このサイズがね46センチなので、46センチに大体ね、大体でいいんで46センチに合わせて、やっていきます。はい、これで、完成です。続いてステアリング
プレートですね。これをね、組んでいきたいと思います。これを入れていきます。こうだから、この向きを間違えないように入れてくださいね。これをね、上からしっかり 8.5 って見えるようにしてください。で、これ下にね、3ミリの和紙をかまして、ネジを締めます。ここはもう全開で緩まないように。で、次にボールかな、これかな、これをつけていきます。説明書通りです。なんかシムもスペーサーもあれですね、アルミになってる。すごい。こうアルミとプラ何が違うんですかって結構思う人いると思うんですけど、まあもちろん見た目もかっこよくなるし、力強く締めるとプラだとやっぱこう1ミリって言ってもこう若干ね、こう潰れて1ミリじゃなくなったりするんで、まあこうアルミの方が正確なんで、まあ、アルミを使うって感じですね。はい、そしたら続いてベアリングを入れていきます。ここもね、本当にスムーズに組めるんで、本当精度がいいですよね。で、ここも変わらず、こういう風に、文字をね、文字があるんで、文字をしっかり下向きに、文字を下向きっておかしいな。しっかりね、インフィニティって横で見えるように組んでいきたいと思います。これ、文字逆になっちゃうとかっこ悪いんで、はい。で、高さもね、変わってくるんで、ちゃんと注意して、組んでみてください。はい、締め終わりました。完成です。で、先ほど組んだこの、アッパーアームをつけていきたいと思います。で、これね、ここに線書いてあるじゃないですか。ここ見えるかな、こっちに。ここ反射で見えないかな。こっち側に線がついてあるんですよ。ついてるんですよ。なので、もしこういう風につける場合は、こっち側に、左側に線があるんで、反対側も左に線を向けると、締める、短くする伸ばすが、左右でね、同じ方向になるので、注意しながら、つけてみてください。これね、めちゃくちゃ硬いんですよ。これね、めちゃくちゃ硬いんですけど、はめていきたいと思います。はい。めちゃくちゃ硬いんですけど、こう、つけるとめちゃくちゃスムーズ。スルスル。渋くない。これがね、もう最高ですよね。もう精度がいい。はい。こんな感じですね。そしたら、続いてベアリングを入れていきたいと思います。これはね、しっかりまっすぐ入れてくださいね。こういう風になっちゃうんで、しっかりね、まっすぐベアリング入れましょう。車体の方に、つけていきます。こうですね。説明書通りなんですけど、車体につける前にこれポストをつけなきゃいけないね。でね、ポストをつけていきます。これも説明書通りです。はい、でつけたら、この上がこうネジが切ってあるところがこう斜めったりするの嫌じゃないですか。なので、こういうまあ専用のツールがあるんですけど、ここをこういう風に保ちながらネジを締めていく。はい、でこさっき組んだやつをはめていきます。逆ですね、こっちですね。めちゃくちゃスムーズ。いいですね。で、ネジをつけていきます。はい。次は、サーボをつけるんですけど、僕、最後にまとめて、アンプ、受信機、アンプ、モーターでつけていきたいんで、まずね、サーボはつけずに、組んでいきます。ごめんなさい。説明書からね、説明書通りではないんですけど、まず、こっちのネジ。このネジをこっち側からつけて、とりあえずね、後で外すんですけど、まあ、ネジがね、なくなっちゃうのが嫌なんで、はい。つけ
けていきたいと思います。こういう感じでね、まあ、仮止めです。サーボマントですね。サーボマントを、取り付けていきたいと思います。見えづらくてね、見にくいですよね。まあ、仮止めっていうか、まあ、ちょっと閉めちゃっても大丈夫です。まあ後で緩めますけど、先に、こういう形にしておきたいと思います。でこの先ほど作ったね、これも一応つけておきます、ここに。はい、こんな感じですね。サーボホーンだけはちょっとプラでできないので、まあできるんですけど、ちょっとアルミホーン、アルミのオプションのやつですね、をちょっとつけていきたいと思うので、はい、ちょっとこれはね、まあ、もちろんサーボホーンアルミのやつつけるんですけど、最後サーボとかつけるときに一緒に、説明していきたいと思います。でこれはですね、アンテナを立たせる、要は受信機から出てるアンテナを、こう上にね、真上に出したいっていう人は、まあ、こうつけるんですけど、僕の場合は、アンテナがないので、その中に入ってるタイプなので、受信機の、なのでこれは使わないです。この後ろ側ですね、今度この後ろ側にこれをつけていきたいと思います。して、次にモーターマウントのところですね、これを、つけていきたいと思います。ここも後で締めます。仮止めしておいてください。でここができたらアッパーデッキをつけていきたいと思います。ちょっと、ね、見にくいんで、こういう感じで動かしてください。でね、これコツがあるんですよ。コツはまずここを横から通してもらって、ベルトを通します。はい、ベルトを通したら一番奥まで持ってきてもらって、このまま縦の状態で持ってきます。でこれを寝かせると、こうスパーのとこにかぶりますよね。スパーのとこにしたら、このまま下に下げてもらって、でこのベルト、リアのベルトを上に上げてもらえればぴったり、はい、つきます。これね、結構僕も最初の頃苦労したんですけど、まあ、このやり方が一番簡単につけれました。でこの上のネジをね、締めていきたいと思います。はい、こんな感じでつけ終わりました。で最後にこの真ん中のこれですね、ここにつけるんですけど、こう左右後ろがね、こうロールした時にこうやってね動く、この真ん中、ここをつけていきたいと思います。ここね、結構なくされる方多いじゃないですか。僕もなくす一人なんですけど、なくした後に、まあ、ここのベアリングを入れる方はいるんですけど、こういう風に、ただこの後ろ側のこのシム、これですね、このちっちゃいシム、このちっちゃいシムを入れずにネジを締めちゃう人がいるんですよ。でこれをやるとここが動かなくなっちゃうんで、横にロックされちゃうんで、このシムだけはちゃんとしっかり入れてください。はい、こんな感じでこれをまず締めます。でこれだけ締めるとこれゆるゆるになっちゃうんで、このね、しっかりネジ山、ここのね、アッパーデッキの横にちっちゃいネジが開いてるんで、ちっちゃいネジ山があるんで、これをこういう風につけます。先にこっちつけちゃった方がいいかもしれないです。楽じゃないです、すごい難しいです。はい、このネジすごい苦労しましたつけるのに苦労しましたけど、このネジ結構大事なんで、しっかり、はい、結構こう舐めちゃうっていう人が多いんですけど、慎重に、締めてください。したら先ほどのこのネジを入れて締めます。はい、これもね仮止めです。でここが締まったら、この横を、しっかり締めてください。トルクレンチです、45。はい、で、
ここの上のアッパーデッキ、ここのネジですね。ここのネジは、最後に締めます。締めるの忘れちゃうっていう人は、今、締めちゃってください。はい。そんな感じで、バック D 終わりました。ここまで完成です。はい。次の動画では、バック E、バック F を、組んでいきたいと思うので、次の動画も、見てください。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。